こんにちは、速稼塾の久保です。ジャパネット高田さんからハッピーバースデーの通知が来たんですよ、封書でね。いや、丁寧にありがとうございます。で、どんな内容かと言いますと、ジャパネットをご愛顧いただき誠にありがとうございます。お誕生日を迎えられるあなた様にささやかながら日頃の感謝の気持ちを込めて、お誕生日お祝い特価特集、あ、くれるんじゃないんだ、割引特集か。まあいいでしょうね。ということでね、人の誕生日にセールスをしてくる。いや、これですよ、ビジネスマンっていうのは。人が誕生日だからプレゼントを送るんじゃなくて、こんなもん買ってくださいよって来るわけですよ。いやね、自分で自分にプレゼントを買えってことですかね。で、しかも、ダイソンの1台2役。何ですかこれは。なんかこう、ヒーター。ね。こういった羽なしヒーターですね。こういったものが、3万3000円ですか。誕生日の日にも出費があるというね、この低たらくでございますよ。はい、次のページを見ていくと、持ってるもんばっかり、いらねえよみたいな感じですよね。いや、ジャパネットさんもね、私こっちで家電を結構買ってるんですよ。持ってるもんばっかりですよ。だからこのチラシは何、もう一個買えってことなのかって話になってきますよね。まあなかなかユニークじゃないですか。まあでも、こっから学べるのは、誕生日にプレゼントを送るんじゃなくて、誕生日にセールスをね、あの、自分への誕生日記念にどうですかみたいな感じでね、売り込んでくるぐらいのことが商売人だったらできるんじゃないかなってことですよね。私もね、もうすぐ誕生日来ますよ、10月11日。どんなプレゼントが届くのか、もしくはどんなセールスがねじ込まれてくるのか、いや楽しみですね、これは。とりあえずはジャパネット高田さんが一発目に私にプレゼントレターをくださいました。ジャパネット高田さん、ありがとうございます。買いません。